です今回はこちらのマイクロレースのんか6100から作ってる6300系の台車交換についてご紹介したいと思います。えー、本当にあの発売がえ来週に迫ってるんですけども、なぜこんなあの今更な紹介するのかと言いますと、 6300系ってあの台車を7100系とかからもらってる車両が多数いまして、来週発売される6300系は、オール S 型ミンデとこういう台車しか履いてない編成が発売されるんですよ。で、その編成って実は えー、4両編成と2両編成とあと6両編成の半分ぐらいしか存在しないのですべ、えー、てこの台車の、えー、車両が存在するだけではなくてやっぱりあのバリエーションって大事やなと思いまして、えー、今回このマイクロ S の車両に合う 台車をちょっと試してみようと思いまして、このような、えー、このブレーキが車輪の両方に、えー、抱き合わせられてる、えー、台車をちょっと探してきました。えー、それが、えー、こちらですね。加藤の、えぇ、ー、A 段チオダ6104の台車で、FS378 という、アッシーパーツですね、加藤の。 これを一応試して今つけてみました。これの加工方法についてこれ今からご紹介したいと思います。これができることによって現在両抱きというこの両方にねブレーキが抱かれている車両は6300の6両編成の4本と6両編成の4本と あとは4両編成の1本が対象になります。それ以外はこの S 型民電大小入ってますんで、えー、別にこの加工めんどくさくて、もう S 型民電だけでええわっていう場合はもう別にえまわないと思います。ちょっとあの加工が少しめんどくさいので、 えー、もう聞き飽きたという方はそのまま閉じていただければと思います。で、もともと、えー、これ S 型ミンで入ってた時も、えー、これあの、阪急の6300の台車なんですけども、やっぱりね、このマイクロ S の、この床下って高いんですよね、底が。ちょっと車体の中にこう入ってしまう感じなので、 やっぱりこの台車のこの取り付け部分自体もちょっとかさ上げしてあげないといけないということで、え、この取り付けビスの周りを、え、ま、この車輪を外してですけど、こう、このヤスリで、こういう板ヤスリで、え、思いっきりここ削りました。思いっきりこう削って、 一応、この台車がこっちに出てくるようにしました。えー、この、ここを削ることによって台車がなんとかこう下へ下がるようにしたんですけど、えー、これでもね、なんとかここの針が今度当たってくるんですよ。で、えー、その針を回避するべく、えー、ここの、この二つ、真ん中のこの二つ。 この押さえられてるこの部分、これがボルスタと言うんですけども、これの部分を、えー、この針を回避するためにちょっと斜めにカットしてます。わかるでしょうか若干斜めにね、あの不自然に曲がってるこれ。これ一応削って加工してます。これで一応、えー、このようにボギーができるようになりました。 で、もう一つ問題が、このビスを止めるとこの、えー、穴。これがでかいんですよ、えー。このね、これ新品のやつなんですけども、ここのね、えー、中心がかなり小さい。ということで、ここも、えー、丸ヤスリで思いっきり削りました。で、これで、 えー、穴を広げることによって、この台車の軸受けの方の穴がでかくなると。で、このビス自体は、この車両についてたものをそのまま使ってるんで、このまま、えー、また取り付けると。えー、その際に、このビスのこの周りが当たるっていう場合は、さらにこの 台車の枠をさらにこの中へ削ってあげる必要があります。これでなんとか、えー、上下とこの左右度とこのボギー。これが一応実現できることになります。で、今僕これがあの、4両編成を加工しているんですけども、えー、今回あの、 製品化されるものを、ちょっと新たに買いを、購入しようか考えてるんですけどもえ、この4両編成ってやっぱりあの、数少ない4両なんですよね。4、4本しかいないんですけど、この両抱きをつけてる、台車をついてる車両っていうのは1本しかいないんですよね、4両では。なので、 えー、この際、44、えー、を作って、この片方だけ、その1本しか存在しない、このちょっと変わった、えー、トレーラーの車両だけこの台車を履いてる編成を作ろうと思います。で、この台車ってちなみに、ここにね、カプラーが付けれないんですよね。えー、加藤の新しい、えー、ボディマウントのカプラー、 用のやつなので、え、これを取り付ける際はもちろん TN カプラー必須だと思います。え、アダプターを付けて加藤カプラーにするのもまあまあ良しなんですけど、いろいろあるんですけども、僕はもともとつけてるこの TN カプラーをそのまま使ってるので、え、この台車、もう全然問題ないと思います。 えー、多分次の製品化の車両はもちろんこの台車がこの S 型民電台車を、えー、新規で出してくると思います、えー、この今が釣り付けてる台車はもちろんタイプですんで阪急、えー、6300用の台車だったので、えー、タイプっちゃタイプなんで、えー、これは この台車にする際はもう必要はないと思います。えー、面白くないので、この、両抱き台車をつけてる車ーにしたいという場合は、この方法でいいと思います。そして、車番なんですけども、えー、マイクレスはここ印刷で来るので、まあ、剥がしてから一回、えー、削り落としてから、えー、インディーブルー、 上から塗って乾いてから、何、え、回、ー、用の汎用インレタっていうのを、えー、ジオマドから出てるんですけど、それを使ってもいいかなと思います。それで、シャバの変更できるかなと思います。まあ、いかがでしょうかね。こんな感じでね、えー、次の6300が製品化されて、えー、もし、えー、台車変更、 この台車に変更したいという場合は、えー、この加藤のアッシーで売ってるこの A 断地下鉄の6000系の台車、これを使ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回は、マイクロレースのえー何回6300系のえ台車の変更についてのご紹介でした。 画面の左上タップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また Twitter やブログのフォローもお願いいたします。